の子どこにいるのやら、星空の続くあの街あたりか、細い風の口笛が恋の傷跡にしみる、ああ諦めた恋だから、なおさら会いたい会いたい、もう一度夜はいつも一人ぼっち。あの子帰っておいでと流れ星に乗せそっと呼んでみた。誰も答えやしないよ、白い花が散るばかり、ああ届かない夢だから、なおさら寂しい寂しいこの胸よ。夜空遠く果てしない、ということで、今回はつべこべ言わずにですね、五木ひろしさんの夜空歌って終わりにしたいと思っていたんですけども、はい、おいおい福山雅治の友の学園どうしたんだと、完成してないじゃないかということなんですけども、まあ自分で聞いてみてですね、限界を感じたと言いましょうか、あんまり歌いたくなくなってしまったのでもういいかなと。やはり歌というものですね、こう向かっていく、歌いたいなという気持ちがあるときに歌わないとね、はい、ということで中途半端になってしまいましたが、はい、一応終わりということでですね、で、まあ、あまりつべこべ言わずに今回終わろうと思ったんですが、その福山雅治さんの友栄学園についてですね、ちょっと2つほどコメントを残しておきたいと思っていることがありまして、それを残してから、はい、歌ってみたシリーズですね、シリーズというか2回で終わってしまうんですけども、はい、終わりにしたいと思っております。で、一つはですね、その友栄学園の歌の2番にあるんですけども、ねえパパ、ねえママ、ちょっと待っててっていうところですね、はい、あそこの部分、何度聞いてもですね、なんかこううるっとするというかですね、ちょっとこう胸がこうキュンとこう締め付けられるような気分になってしまうんですけども、これはもちろんですね、その黒柳徹子さんの思い出、が語られているんだと思うんですけども、なんて言いましょうか、やっぱりその小さい子供、小学生とかですね、そういう子供の気持ちとしてそういうこともあるかなと思うと、その想像するとですね、非常になんかこう切なくなってくるなっていう気持ちなんですね。で、実際その、この、友栄学園にですね、福山雅治さんのプロモーションビデオの冒頭の方で、この友栄学園の創設者の先生のそのお言葉も紹介されていて、一応趣旨としてですね、その大人が考えていることよりも子どもたちが考えていることの方が大きいというような言い方をされていたんですけども、その
お言葉とですね、この歌詞のところ、歌詞の部分、すごくそのリンクしていてですね、なんかやっぱり子供たちでもですね、その小さい胸をいろいろとこう、なんていましょうか、その中でですね、いろいろと考えているんだろうなというところで、実際その私も実感としてですね、まあ自分でその息子と接する中でもそうなんですが、まあその前からですね、例えば姉とか弟の子供たちと接していてもですね、どうしてもこう自然とですね、なんかその小さい子供もだいぶみんな成長してますけれども、その小さい頃であってもですね、まだその言葉もたどたどしいような頃であってもですね、私としてはなんかやっぱりこの子供たちでもですね、本当にいろんなことを感じてるんだろうなっていうのをすごく感じるんですよ。本当に自然とパーッとですね。なのでなんかこの友恵学園のですね、その歌詞ね、パパねえママちょっと待ってて、この場所でならもっといい子になれるからっていうですね、今もこう話していながらちょっとこう涙が出てきそうになる、それぐらいの言葉なんですけども、本当になんて言いましょうか、まあ侮っちゃいけないなっていうとちょっとこう重苦しくなっちゃうんですけども、やっぱり子どもたちでもですね、その本当に子どもたちなりにですね、本当にその感じたり考えたりしていることっていうのはすごくたくさんあって、大人たちってなかなかそれ全部はですね、こうキャプチャーするというか、こうグラスプしきれていないんだよねっていうところはですね、忘れずにいたいなということは、はい、思いますね。はい、であともう一つなんですけども、この同じその巴学園のプロモーションビデオの中で、その福山雅治さんがですね、まずこう職員室に入られて、で挨拶された後にその授業、まあ、特別授業ということで授業されたらしいんですけども、その教室に入っていく場面っていうのが映されているんですけども、でそれで何て言いましょうか、福山雅治さんがその教壇に立たれてですね、その前におそらくこう生徒さんたちがですね、20人ぐらいですかね、その机をざーっとこう並べて、こう福山雅治さんの方をじーっとこう、まあ、見つめているというか、そういう、 こう場面があるんですけども、私その場面見るとなんかこう本当にこう何て言いましょうか、もし私がああいう感じで教壇に立たせてもらえたらですね、まあすごくなんか感動してなんか涙出ちゃうだろうなみたいな、それぐらいなんかその映像映し方のもあると思うんですけども、すごくなんかいいなと、なんて言いましょうか、まあもちろんその小山雅治さんスターですから、芸能人のスターがですね自分の学校に来てくれたみたいなことももちろんあるんだと思うんですけども、まあ、それをこう割り引いたとしてもですね、そうやってその子どもたちがこう机並べて、こう一人のですね、先生にあたる人たちの方向を向いて、こう目をキラキラさせてるような、そういう場面見てですね、すごくなんかいいなっていう、なんかこう感動を覚えたわけなんですね。ですから、まあもし自分がですね、そういう機会もらえたらすごく嬉しいだろうなみたいな、はい、そんなことを、はい、考えたということでございます。はい、で以上で2回にわたって、チャレンジと言いましょうか行ってきました、歌ってみたんですけども、まあ、またそれはこれで終了ということで、またですね、ドクターハマのインターネットレディオ通常営業に戻りまして、はい、道徳であるとかですね、魂を救うとかですね、世界平和とか、そういう話をはい、していきたいと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。どうも2回にわたりお付き合いどうもありがとうございました。失礼します。